4時に起きましたね。で、今編集ちょっとして、何も食ってない状態で編集して、今7時。あ、これ全部使っちゃいます。ラスト1本買いに行かねえと。なんかもうね、最近ドンキにも売らな てかジャグラーのチョ玉1,2,3 の140何枚ぐらいあるんだけど、絶対チョメダルから使った方がいいよね。俺チョメダルからジャグラーやったことないな、そういえば。当たりそう、なんか。しっかり負けたな。でもなんかあれ、あと2回ぐらい多分借りられるよね。90枚ぐらいあったから40何枚でしょ、1回の貸しで。あと2回チャンスありますね。で、飲み水、ポップコーン、コンソメ、鶏ガラ、本だしで、あとバター、大量のチーズ。ドンキのチーズがいいんだよね、これ。だってそのままも食べられるパターンのやつなんで、はい。で、合計1500円ですね。リッチメン。はい、ということで、昨日もらったね、ドアノブ物資の中から、あれを使って、あれ作っていきたいと思います。これ。こちら。まあ、多分そんなね、そんな切らなくてもいいと思うけど。じゃあ、切っていこう。全然固定できない。半分に切る。
みりん大さじ2、酒大さじ4、醤油大さじ3。はい、OK です。黒だし、白だし大さじ1。だから意外と消費できたな、あんなでかいやつ1つ。ジップロック入れとくか。あ、うまそうですね。しょ、生放送終了しました。いやちょっとね、いろいろ方向性分かりました。とりあえず明日ホーテラス行きたいと思います。とりあえずね。でもね、いろいろ聞いたところ、建て替えとかの審査するのに 2,3 週間かかる。弁護士ももうピンキリでランダムで選ぶ、こっちが選べないからどうなんかなみたいな。だからスピードで行ったらもう昨日、相談した弁護士に行っちゃう方がいいんじゃないかなって思いますね。まあとりあえずなんか予約とか しないとダメなのかな、どうなんだろう。まあちょっとわかんないですけど、まあ明日行ければ行きたいと思います。予約だったらいけないけどな。でまああのバッジは届き次第、その一番安い方法、まあベースはそのなんかフリマサイトとかで、一番安い普通の光のバッジを1000円ぐらいで、でキラバッジ5000円で、シルバーバッジ1万円で、ゴールドバッジ3万円ぐらいで。っていうのもなんでこんな高いの作ったかっていうと、まあこれ本当なのかわかんないけど、なんか10万円ぐらいだったら全然出資できますよみたいな方が いらっしゃるんですよ。もしそういう方がいた時のために3万円っていうね、超高額の、バッジを作ったんですけど、それが届き次第フリマサイトとかで売ろうと思うんですけど、一番安いやつでいろいろこう聞いて、一番良さそうなのが、まあ、ペイペイフリマかなって思ったんだけど、あの手数料 5% で、でもその今、ね、光マンマザーからメルカリめっちゃやってるんで LINE が来てね、ペイペイフリマは普通郵便で送れないと。だからちっちゃい1個、この封筒、一番ちっちゃい封筒で送ろうとしてたから、それで使えないっていうなると、だから最低200円とかそんぐらいかかるらしいんで、メルカリとラクマは普通郵便でも送れると。だからそういう手数料とか、ラクマはね、確か、メルカリは手数料 10% で、ラクマが手数料 6% ぐらいなんですよ。だからそう考えると6%のラクマがいいのかなっていう。東京でね、あのちょっとオフ会兼1万人記念のオフ会兼、カンパ会みたいなのの、その DM で来たんですよ。目黒でこのバーのレンタルルームみたいなのやってますみたいなんですけど、そういうところで一回そういう会を開くっていう、そこでバッジ持ってってそこで売るっていうのもいいなと思ったんだけど、なんかいろいろ料理とか別にその店じゃないから、あのレンタルルームっていう感じなんで、その居酒屋貸し切りとかね、だから本当に拓也さんの店がねまだあったらそこ借りてやったりとかできたんですけど、もう店閉めちゃったって感じだったんで、いやーって。だから今その東京周辺でどう、だからもうバッジ持って笹塚のパチンコ屋に一日今日僕いるんで、あの暇な時来てください、そこであのバッジ売ってますみたいなとか、そういう感じでもうやっちゃおうかなっていうのとかも考えて、ちょっとそこら辺は考えます。うん、食おう。これと米とで、さっき作ったこれね、こちら、このタレとで、これ多分これに入れたらめっちゃうまそうだなっていう豆腐ね、豆腐、ちょっと豆腐汁がすげえ、これかけますよ。
これ絶対うまいよね、これね。で、これご飯にもかけれるんでね。ご飯に。ご飯にこうかけていくと。はい。いや、これうまいぞ、多分。いただきます。いただいちゃいます。まずこれ、普通にご飯とこ一緒に行きます。うまい。うん。これね。うん。うん。うまいわ。で、まあ、このタレは、野菜炒めとかにもね、いけるらしいんで。これうまいね。結構消費もできるし。いいっすよ、これ。これでしょ。Mm-hmm.